はい、おはようございます。ネギシコです。ということでね、今日はお願いがあります。まあ何のお願いかっていうと、まあフェス、群馬を代表するフェスを作りたいって言って、ダルオン2023が10月15日 G メッセでやるじゃないですか。そこでスポンサー様、一緒にフェスを作って一緒にフェスを盛り上げてくれるスポンサー様を募集します。はい、ということです。スポンサー様についてね、今日はどういうことなのかっていうのをお話したいなと思うんですけど、まあ去年のダルオン2022、高崎芸術劇場でやったフェスでも、いろんな群馬県とかを代表するね、いろんな企業の方にスポンサー入ってもらって、もちろん今年もその方たちは引き続き応援するよって言っていただいてるんですけど、やっぱり規模が上がってね、すっごいお金がかかるわけです。でこの間も言ったようにね、フェス赤字なんですよ。だからスポンサーの方を募ってフェスをなんか無事にね、円滑に回したなということでお願いがしてる次第でございます。まあ具体的にまず金額から言うと、一口50万円から募集します。まあ50万円の枠、100万円の枠、まああとは200万円の枠、300万円の枠、500万円の枠みたいな感じで、500万円ぐらいのスポンサーになったら、今度メインスポンサーって形でね、その方の、じゃあ例えば株式会社 A だとしたら A プレゼンツダルオンみたいな感じで乗っかるんだけど、まあ、他にこのスポンサー入ってくれてる方にね、どんな利点があるかっていうと、まあ、広告みたいな感じかな。このフェスを運営してるあれですよみたいな感じで、まあ、例えばポスターの下に会社のロゴが載ったり、広告に関しては高崎駅とか、群馬県の前橋駅とかの新幹線口とか、普通の駅の改札口のモニターとかを全部2ヶ月間流す契約をしてたりとか、新宿のどっかのね、大きい大パネルのとこと、高崎のオーパンのとこの駅舎の大パネルのとことかも、もう1ヶ月間借りることになってるんで、そことかでうちのこのフェス、こういうフェスがあります、誰が出ますみたいな中で、こういうスポンサーの方々が協力してくれてますみたいなとこに載ったりとか、あとはまあ当日5000人規模だから、5000人の会場、お客さんがいっぱい来るじゃんか、5000人で飲食店とかがバーって並んで音楽のライブやってっていうところのライブの転換っていうのがあるわけ。例えばアーティストが歌って次のアーティストに移るまでに、まあ、10分ぐらいあるんだけど、その中で大型の巨大モニターが2個つくんよね。でそこのモニターで企業の広告 CM とかを流したりとか、まあ、例えばその企業によってはなんかフェスに、まあ、例えばじゃあ車屋さんだったら、この車売りたいからそれを会場に置いといて飾っといてほしいとか、あとじゃあ美容関係の会社だったら、その美容関係の商品をフェスの来場者に配ってほしいとかだったりとか、まあそんなようなことができるかなと思います。あとはまあ招待チケットが申請されたりとかね、はい、あとはまあこのチケット買い取りのパターンもあるわけ。例えばチケットを100枚買い取るから、こういう広告を載せてほしいとかっていうパターン、まあ2パターンあるんだけど、本当に純粋に例えば50万円とか100万円とか支援していただいて、その方の会社とかを PR して招待チケットを何枚か渡して記念品渡してみたいなパターンか、チケット100枚単位で買い取って社員とかに福利厚生で配りたい、でなおかつモニターとかに企業の広告とかを入れてほしいみたいなパターン、2パターン用意してます。でやっぱりこれに関しては一社でも協力してくれる会社さんがあったらね、嬉しいし、めっちゃ助かります。群馬の方でもね、そうじゃない方でも、なんか応援したいなって思ってくれる方とかがいたら、ぜひ連絡くれるとありがたいです。で下にLINE の URL 貼っとくんで、もしなんか興味があったりとか質問とかをしてくれる方は、そちらからぜひお問い合わせください。撮影ブースとかも作るわけよ。フェスに来た来場者の人が写真撮りたくなるようなブース作って、そこに企業の会社名のロゴとかをバーって乗っけて、まあ、そこで写真撮って、まあ、SNS とかでここにバーって拡散されるような仕組み作りだったりとかもまあやってるんで、ぜひ一緒に盛り上げてくれる方がいたらめちゃくちゃ助かります。よろしくお願いします。今日は本当にこのお願いしますっていう動画でした。まあ、当日もね、チケット買って来てくれる方とか、応援したいから、このアーティスト知らないけど応援したいから行きたいみたいな人とかも、ぜひチケット購入のページも概要欄に貼っておくんで、ぜひよろしくお願いします。10月15日なんとかね、もう残り期間短いんで、成功できるように頑張りたいと思いますので、お願いします。バイバイ。スポンサーです。1万円とかからあります。だからさっき言ったよね50、一口50万円からなりますって。ああ、俺みたいなじゃ貧乏にはできないってことで、スポンサーにもなれないってことですか。チケット買ってください1万円で買えるんで。ああ、そうか、ちょうど1万円くらいか。ああ、それが嬉しいです。ああ、うん、1万円使ってく、1万円だったらなと思ってくれる方はチケット買ってくれたら嬉しいです。なるほど。 YouTube 見てね、その別に興味ないけど、そうそう、ネギシコがやるなら俺たちも応援するよっていう意味でもね、そう、そういう人いたら嬉しいですよね。いたら嬉しいですよ。裏道ここ。